こんにちは、まゆみです。今、レッスン室でラヴェルのボレロのリズム、A メロ、B メロを撮影してきました。撮影はあちらでしたので、説明はこちらの部屋で、声ができるだけはっきり聞こえるようにしていきたいと思います。よろしくお願いします。あのリズムはスペインのリズムなんですね。スペインの舞曲のリズムです。でラヴェルはスペイン寄りのフランスのバスク地方出身の人なんですね。ですからきっと体にああいうリズムが馴染んでいたんだと思います。あれは三拍子ですけれども、日本の人ね、あれがミトコウモリに聞こえるっていう人いるんですけどね、全然違うんですよ。日本人ってやっぱり刻まないと不安でしょうがないですもんね。まあでも馴染み、日本人にとっても洋の東西を問わず、いろんな国のね、どんな国の人でもあのリズムを聞くとどうもこう心が躍るようです。はい。でね、例えばフランスもとても広くて、例えばバスク地方というのはスペインより、でストラスブールっていうのはドイツより、それから、ニースとかコートダジュールとかね、あっちはあのに、モナコとか、それからイタリア寄りなんですね。ですのでね、日本でも北海道と沖縄、関東と関西でも全然メンタルも、なんて言うんでしょう、センスとかあの考え方とか感覚って違うと思うんですよね。だからね、とてもね、あのやっぱりバスク地方出身だったっていうことが彼にああいう曲を書かせる、すごいあの影響があったと思うんですね。とにかく素晴らしい曲です。水戸黄門つながりで言いますとね、私たちの業界ではボレロっていうのはね、水戸黄門の印籠のような曲だっていうふうに言うんです。どうしてかと言いますとね、とにかくあれをプログラムに入れたら絶対あの皆さん喜ぶし、それからあのとにかく皆さんお好きなんですよ。だからボレロが通るって感じのぐらいの曲なんです。でも私やっぱり好きです。あのね、A メロ B メロ、あのリズムに乗せた A メロ B メロを使って、あれを繰り返すだけでオーケストラの全てのね、あの楽器の特色を引き出して、しかもあれだけの才をね、あの興奮の渦に持っていくことができるという、まあ、私があの曲を好きな、なったもう一つの理由は、あの愛と悲しみのボレロという映画で、ジョルグ・ドンという人があの20世紀バレエ団という中であれで踊ったのを見た時に特に好きになったんですね。それを今はあのもう引退したのかな、あのはい、シルビー・ギエムっていう女性では、あの人だけだと思うんですけど、あの人があの踊る、許可をね、唯一得ている人なんですけれども、はい、そう、とにかく素晴らしい曲ですよね。そうだから、そういうねエピソードをこれから少しずつ分かりやすく短くお伝えしていこうと思ってるんです。はい。でね、今日はね、このバラは庭で咲きました。綺麗でしょね。ではあのこれからもね、こうちょっとね短くこれからあの印象的なエピソードをご紹介していくっていう回も作ろうと思っています。どうもありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいし、もちろん高評価はもっと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。まゆみでした。ありがとうございました。